はい、皆さんこんにちは、山瀬です。ということで、センティカジサリス和歌山遠征、今日も吉尾さんに来てもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これからですね、服系ですよね。主に T シャツだと思うんですけれども、それのちょっとグッズをまた和歌山からでも販売できる強いラインナップの商品、絶対にあるグッズではあると思うんで、T シャツというところをできないかというふうに相談いただいて、またなんかご紹介いただけるんですよね。はい、そうですね。カフェ&バーを経営している方なんですけども、はい、それと別にデザインの、仕事もされてるっていうことで、はい、たまたまちょっと知り合いから紹介いただいてご紹介できたらなと思ってます。ありがとうございます、はい、T シャツ結構僕何度か作ったことあって、その舞台の時とかももちろん毎回作ってますし、ちょっとバズった T シャツでいうとマゼンタ T シャツっていうやつを、はい、持ってます。持ってますか、はい、はい、作らせていただいたりとか、あとはもちろんジサリスでもT シャツ作ったりとかしてるんですけれども、結構その問題点だったりとか、歯がゆくてできないところとかっていうのは結構いっぱいあるので、まあ、その辺をちょっとね話していけて、なんか改善できるのであれば、今既存の T シャツの作ってるところよりか何かまた違うことができるんじゃないかなというふうにも思いますので、そういうところを見つけていきたいなというふうに思います、はい、でここですか。そうなんですよ、ここなんですよ。デザインワークって書いてますね。ナイトカフェみたいな。カフェやられてるんですか。そうなんです、カフェやってるんですよ、夜はバー。趣味でやってるみたいな感じなんですけど、ね、どうなんですかね、まあ、ちょっと行ってみましょう。どうもこんにちは、よろしくお願いしま す。あ、井上と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山本です。山本さん、はい、ここ何ですか。ここは、僕がやってるカフェ。カフェ、夜カフェですね。夜限定のカフェ。夜限定のカフェって言ったらバーじゃないですか。バーじゃなくてカフェなんですけど、はい、まあ、一応まあお酒もあるんですけどバチバチにお酒ありますよ。これ一応シロップです。あ、これお酒じゃないんですけど。あ、シロップだ。あ、後ろにでもティフィンありますよ。そうですね、マリブもありますし、はい、でもカフェですか。カフェです、はい。はあ、まあコーヒーとかスイーツがメインの夜限定のカフェ、はい、夜カフェです、はい、T シャツのことで聞きに来たんですけど、はい、ちょっとカフェのこと気になるんで、ちょっとカフェ1点聞いてもいいですか、はい、なんでカフェをやろうと思ったんですか。もともとカフェ好きなんですけど。あ、僕もカフェ好きです、はい、カフェがまあ好きで、ここをもともとその事務所として借りたんですけど、もともとバーとして入ってて、でまあそれが抜けても僕入ったんですけど、はいはいはい、でまあカウンターとかがあるんで、まあ、もったいないんで夜空いた時間にまあカフェを。なるほどなるほど。昼はやってないんですか。昼はやってないです。あ、夜だけ、はい。しかもなんか予約席とかもありますね。そうですね、今日は予約。おお、ちょっとあんまり夜までは入れないということで、はい、僕ら今ジサリスでいう特撮のプロジェクトをやっていて、はい、その和歌山を拠点にそのグッズの拠点を作って、はい、そこからいろんなものを作っていこうというプロジェクトをしていて、はい、ちょっと和歌山の企業さんに当たったりとかしてるんです、はい、吉尾さんの紹介でその T シャツはこの人だということで山本さんちょっとご紹介いただいたんで、はい、その何かできるかどうかっていうのを、はい、また話していけたらなと思いますんで、はい。T シャツ結構僕も今までグッズでたくさん作ったりとかしてるんですけど、はい、どんな T シャツ作られてるんですか。イベントのスタッフさんとか、まあ、飲食店さんの T シャツとか、はい、スポーツのクラブチームの T シャツ、まあ、練習着であるとか。スポーツの T シャツはかなりなんか生地とかそういうのも、はい、そうですね、生地もいろいろあるんで。そうですよね、はい、素材は結構たくさん。はい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 、はい、その T シャツを作るって結構いろいろと工程があるじゃないですか、はい、どっからどこまでの工程ですか。流れ的にはカタログを見てもらって素材とかいろいろあるんですけど、はい、素材、はい、あとはデザインですね。どこにどんな感じで入れるかっていうプリントですね、はいはいはい、まあ、フルカラーでいくのか、はい、まあ、一色でいくのかっていうのをまあ聞いて、で、まあ、デザインをこっちで起こして、まあ、もうデザインを持ってくる方もおられるんですけど、はいはいはい、でまあ、それをまあ T シャツのひや型に当てて、まあ、こんな感じでどうですかっていう提案をして、ほんでまあ OK でしたらまあプリント、メーカーから T シャツを仕入れて工場へでプリントするっていう。なるほど。プリントが一番得意っていうところですか。そうですね。プリント以外の手法って何かあったりするんですか。あとは刺繍。あ、刺繍もいけるんですか。刺繍もいける。じゃあ今着てる洋服は、はい、うちで作った。あ、そうなんですか。はい、そうです。あ、これ刺繍ですよね。はい、刺繍で。この刺繍は例えば文字だけなんですか、それともデザインがあればその刺繍ができるんですか、はい、デザインがあれば刺繍できます。あ、そうなんですね、はい、そういう刺繍の機械みたいなのがあるんですか。刺繍の機械があります。はい、じゃあプリントと刺繍をメインに、はい、なるほど、やられてるってことですね。そうですね、はい、僕 T シャツのちょっと悩みみたいなのがあったんですよ、はい、T シャツを作るフォーマットが種類が少ないっていうのが結構悩みとしてあって、はい、まあ、安い T シャツでまあ700円ぐらいですか、はい、フォーマットで、ちょっといいやつでまあ1000円とか1100円ぐらいすると思うんですけど、はいはい、まあ、その中からその自分の気に入ったイメージのやつを選んで、はいはい、山本さんのような人にちょっとお願いして、はい、そのプリントして商品にするっていう作業を今までしてきた
たんですけど、はいはい、フォーマット数のちょっと制限っていうの結構ありません？例えば V ネックってめっちゃ少ないですよね。あ、少ないですね。少ないですよね、はい、あれなんでなんですか？需要があんまりないっていうところ。需要がないからなんですか？じゃないかなと思うんですけど。あ、丸首の方がやっぱり、まあ、女性も着れるからってことなんですかね。あ、そうですね。あ、はい、なるほどなるほど。 T シャツも流行りというか、はい、なんかそういうのがあって、まあ、ちょっとダボっとしてるとか、そうとかあるんですけど、はい、なんでもう V ネックもなんかちょっと前は結構あったりするんですよ。あ、そうだったんですか。はい、なんですけど、まあ、今はもう少ないですね。確かに。これは T シャツなんですか？ちなみにこれはトレーナーです。あ、トレーナー、はい、トレーナーもやってるんですか？トレーナーもいける、はい、あ、なるほどなるほど。これやられてることですか？そうです。これ T シャツプリントっていうのはなんかプリントの形式みたいになるじゃないですか、はい、これは何系なんですか？まあ、シルクスクリーン、インクジェット、はい、あとは転写とか。あ、結構いろいろあるんですね、パターンが。まあ、でもその3パターンぐらいですけど。はいはいはい、はい、あ、でも3つともあるって珍しいですね。どれかっていう人はなかなか多いんで。そうですね。チラシもやってるんですか？チラシも、はい。じゃあもう本当に印刷会社っていう感じなんですね。そうですね、まあ、全てにおいてその提携してる工場があるんで。あまりじゃあそのパターンナーというかその型から T シャツを作ったりっていうのはあんまりしないんですか？そうですね、まあ、しないですね。僕のプロジェクトでそういうの使いたいって言ったらそれは全然大丈夫ですかね？そうですね。実はなんか知り合いにパターンナーいるんですよ。でなんか T シャツこういう形の納品してって言ったら、はい、もしかしたら納品してくれるかもしれなくて、で直なんで、はい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 、そこまで高くないんですよ。そのカタログで見てる T シャツと、はい、あまりコスト感が変わらないんですよ、ね、はい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 、だったらそれいいんじゃないかなっていうふうに思ってて、はいはいはい、そうですね。でプラスそこから先はできるわけじゃないですか、はいはいはい、そしたらめちゃくちゃいいものできるんじゃないかなっていう説が僕の中であって、ね、はい、まあ、梱包とかをまたその和歌山の拠点で、はいはい、まとめて発送していくっていうふうにすれば、はい、まあ、なんか全部できたなと思って。そうですね、はい、その座組で T シャツを作ったら、まあ、どれぐらいのコストでどれぐらいのものが作り出せるのかなっていうのがちょっと今お話聞いてて思って、はい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 、なんかやってみたいなと思ってきましたね。ちなみにこれどれぐらいで売られる T シャツなんですか？そうですね、様々ですね、はい、まあ、3000、4000、5000みたいな感じですか？そうですね。え、和歌山のどこにあるんですかこの会社は？手びらの方っていう、まあ、はい、あのビッグホエールとかの近くなんですけど。へー、これ吉尾さんのところからどれぐらいなんですか？はい、あ、じゃあ最悪あの T シャツできたら車で移動できるみたいなレベルですか？うん、それもいいですね。 T シャツをたくさん作られるじゃないですか、はい、その発送っていつもどうしてるんですか？やっぱり一個一個梱包してるんですか？そうですね、梱包する場合と、うん、まあ、しない場合があるんですけど。しない場合ってどうやって送るんですか？まあ、梱包というかその T シャツ一枚一枚を、一枚一枚を、はい、畳む作業というか、はいはいはい、まあ、基本はうちで自分でやるんですけど、なんか以前マゼンタ T シャツっていうのを作ったんですよ、はいはい、そしたらあの制作してくれるところがパンクしてもう作れませんみたいな感じになっちゃったんで、はいはい、そういったところもシステマチックやった方がいいのかなっていうちょっと思ってたんですよ、はいはいはい、で一番のやばいのはやっぱ梱包とか発送とかが結構一件一件大変だったっていうのがあって、はいはいはい、そこをこう就労支援施設の方たちにご協力いただければ、はいはい、まあ、かなり工数下がっていくのかなっていうふうに思ったりとかしてて、ね、刺繍とかプリントとか、まあ、どっちでやるか分かんないんですけど、はい、ちょっと今年の T シャツを作る目標として普段使いできるっていう T シャツ、はい、まあ、もちろんあの今までのやつも普段使いしてもいいんですけど、はいはい、ちょっと目立つじゃないですか、はい、あの人のファンだみたいな感じになっちゃう、はいはいはい、それをちょっとこう少しだけぼやかすみたいな、デザインの範疇にするみたいなのをちょっとこう作っていきたいなっていうふうに思ってて、はいはい、なんか最近バンダイさんから届いた仮面ライダーの T シャツがあるんですけど、はい、それもなんかそんなような感じなんですよ。うーん、なるほど。なんか仮面ライダードンって載せんじゃなくて、はいはいはい、ちょっとなんかロゴをしかもなんかぼやかして載せるとか、なんかおしゃれ系になんかちょっとこう寄せてるデザインを作られてきてて、なるほどなってちょっと思ったので、山本さんのこのできる範囲と僕らのできる範囲をちょっと合わせてグッズができたらなと。そうです、ちょっと待ってますんで、はい、ちょっとご協力いただけませんか？はい、ぜひ。和歌山グッズ拠点にあの洋服系も追加されたということで、じゃあちょっと今後ともよろしくお願いします。はい、お願いします。